それではですね、本日のセッション始めたいと思いますが、皆さん結構ここにいらっしゃるメンバーの方はご存知の方多いかと思うんですけれども、基本的にですね、クールジャパンという政府と民間が連携を取って活動しているの中心メンバーでありますので、今日は発信力というテーマなんですけれども、実際にすでに起こっているクールジャパンの例を一つ取って、皆さんにこんなことを進めている、そしてどうしたらもっと強くなれるのかというような話ができたらというふうに思っています。何分ですね、どうしても G1 だと次々新しいことをやろうというところはあるんですけれども、一方でですね、すでに生まれているものをちゃんと育てていくというのもすごく重要で、多分4年前の G1 の時に梅沢さんが池坊さんを捕まえて、日本の伝統とは何なんだみたいな話をしていた、そこら辺からがですね、このクールジャパンのスタートだったんだと思います。そういう部分で、せっかく生まれたものをさらに、すでにあるイニシアティブに皆さんがどう参加し、我々がそれをどう強くするか、そういう視点で今日はファシリテーションをしていきたいと思います。それでは、今日のそもそもの、そのコンセプトを楠本さんからご説明いただければ、田中さん、田中さんからご説明いただきたいと思います。お願いします。どうもおはようございます。今日 の、 そのテーマというのは発信力ということなんですけれども、まずそもそも発信力って何なのかというあたりから紐解きながら、このセッションが進めていけばいいんじゃないかというふうに思います。で、発信力というのはですね、基本的には3つの要素が必要なんですね。コンテンツ、それからコンテキスト、それからコネクティビティっていうんですけれども、やはりコンテンツだけあればね、素晴らしいコンテンツだけあれば、それがイコール、ね、発信力になるとは限らない。やはりそのコンテンツというものをどういうコンテキスト、文脈ですね、の中で紹介していくのか、相手に対してどういう文脈、あるいはコンテキストを通じて意味付けていくのかというコンテキストの部分が非常に重要になると思います。ですからコンテンツ、そしてコンテキストで、さらにはその、コンテンツとコンテキストがこう染み渡っていく形で伝わっていくという形で、コネクティビティ、つながりと考えていただいていいと思うんですけども、やはりそのつながりがないと、ネットワークと言ってもいいんですけども、やはりそういうコンテンツの素晴らしさというのは伝わっていかないです。ですからこの3つの要素、いわゆるコンテンツ、コンテキスト、そしてコネクティビティ、つながりですね、この3つの要素があって初めてコンテンツというのは発信力につながっていくというふうに考えていくことが重要じゃないかなというふうに思います。で、さらによく発信力というとですね、つまり発信のとこから考えるんですね。でも実は発信力というのは受信から始まります。受信があってこそ初めて、そのどういうコンテキストが相手に染み通っていくのか、あるいはどういうコンテキスト、コンテンツ、コンテキストですね、が彼らにとって意味付けとして、ね、深く入っていくのかというのが分かっています。ですからまず受信ありきなんですね。で、受信をするとそこでいろいろなコンテンツ、あるいはコンテキストを意味付けながら発信していく。このですから受信、意味付け、発信というサイクルをぐる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 回していくことがすごく重要になるわけです。で、これが回っていくとですね、何が起こっていくかというと、先ほど、コンテンツ、コンテキスト、コネクティビティって言ったんですが、そのつながり、コネクティビティのところがどん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 溜まっていくんですよ。もう言い方を変えるとリレーションシップがどんどん蓄積されていくんです、つながりが。そうすると何が起こるかというと、受信の方がもっともっと強くなって、そ当然意味付けもますます盛んになっていく。で、さらに発信につながっていくということで、この発信の好循環というんですかね、このサイクルがぐる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 こう回ってくるわけです。ただすごく重要なことはですね、このサイクルを動かすための鍵というかスターターっていうのがやっぱり必要なんですね。で、それは何かというとクリエイティビティなんです。やっぱり無関心を関心を持たせるってことがすごく重要でありまして、その関心を持たせるためにはすげえなと、アメイジングだなっていうものをですね、やっぱりクリエイトしなきゃいけないんです。それはクリエイティビティの役割だというふうに私は思います。ですからまず相手にアメイジングだと思わせる。そうすると相手はそれに対して関心を持ち始める。さらにそれを理解し始め、さらにそれを受け入れ、さらにコミットするということで、そのコンテンツと関わっていく、関与していくというモチベーションが出てくるわけですね。ですからこのプロセスの全てのスターターはクリエイティビティだというふうに思います。
ですからコンテンツそのものもクリエイティブじゃなきゃいけないし、そのコンテキストそのものも非常にえっと思うようなコンテキストを作らなきゃいけないし、さらにはそのつながりというコネクティビティのところもですね、やはりクリエイティブの役割というのは非常に大きいんじゃないかというふうに思います。ですからまあいずれにしてもそのコンテンツだけでは発信力にはつながらない、発信だけでは発信力につながらない、受信から始まるということを頭に入れながら今日のセッションをですね考えていくと少し整理できるんじゃないかなというふうに思います。ありがとうございます。これはもうやっぱり3本の矢って感じですね。それではこの発信力をとりあえず整えたところで、その中身の話を、まあ、我々あのクールジャパンの仕事をしている領域が多いので、楠本さんからそのとりあえず一つの例として、はい、お話しいただきたいと思います。おはようございます。皆さんおはようございます。声が多少ちょっとガラガラしておりますすいません。その発信力ということで、まあ、先ほど、受信力と意味付けというお話を田中さんからいただきましたけれども、まあ、僕らの何を伝えたいかっていうのをですね一生懸命言いたくなっちゃうんですね。どうしてもこれを伝えたい、これを伝えたい、これを伝えたいと。でもそれを受け手側がどういうふうにそれを受けてるかっていう、どう伝わっているかっていう、フォワットを伝えたいのに実は重要なことはハウでありまして、どんなフィーリングでどう共感しているかということをやっぱりその海外に対しても あるいは人間関係に対しても伝えていかなきゃいけない。ホスピタリティとかそういった部分でもそうだと思うんですけども、でそんなふうに思いつつ、今もう一つのキーワードとしてクリエイティブっていう話が出ております。まあ、クールジャパン のプロジェクト自体がですね日本のクリエイティビティを発信していこうということなんですけれども、それをどういうふうに伝えていくか、伝わるような状況にしていくかという部分においては、まあ、昨日竹中先生から都市の競争力という話も出ておりましたけれども、東京は第4位という話が出ておりましたが、例えばモノクルっていう雑誌がありますけれども、モノクルのランキングでいうとあそこにはちょっとクリエイティビティとかライフスタイルとかそういったものが加味されていきますので、東京都の第3位なんですね。で、その割にはあまり発信力がないと。で例えば海外ではどうかなというふうなことでちょっと写真を事例を挙げておりますけれども、まあパリといえばパリコレ、まあファッションの街でありますけれども、やっぱりそのさっき田中さんおっしゃったアメイジングな、サプライズと、クレイジーなというようなところで言うとですね、パリ農業祭というのはたった一夜にして、シャンゼリゼを農地にしてしまったっていうですね、わずか5時間で、農地にして、牛が放牧されているという、ここに、非常にその農業国フランスを誇示するための都市というのがメディアの役割を果たして、なおかつ農業をクリエイティブに見せたという事例だと思います。それからロンドンオリンピックは昨日の話も出ておりましたけれども、あそこの閉会式でこれポール・マッカートニーですが、何をやったかというと徹底的にアメリカがエンターテインメントの国だというふうに思われがちだけれども、 UK というのはこんなにすげえんだよというエンターテインメントシティロンドンをですね徹底的に歌ったんですね。まあそれで成功した事例だと思います。それからまあニューヨークハイラインっていうのがあります。これ高架を再利用したものなんですけども、やっぱ都市っていうのがニューヨークは一つのこう、まあ、ステータスとそれからブランド力があるんですけども、経年性といいまして長い年月をかけた価値というのをさらにうまく生かす、リノベーションによって、一つのクリエイティビティを見せたという事例だと思いますし、リー・クアンユーさんというのをちょっと書いておりますけれども、これは何で書いたかというとですね、まあ、もはや人自体がコンテンツであり、人自体がもうコンテクストであるという代表例がリー・クアンユーさんだと思いますが、10年前にシンガポールで SARS が起きたときに、シンガポール政府は徹底的に、世界各国から細菌学者を集めて、そして1年間徹底討議をしたと。でその結果、シンガポールは安全であるという宣言をすることによってピンチをチャンスに変えたわけですね。で今どうなっているかというと、皆さん多分シンガポール行かれていると思いますが、バイオポリスができまして、まあ、シンガポールはもう世界に冠たるまあ、バイオ の都市に生まれ変わっております。ですからそういったSARS というピンチを逆にチャンスにして、一つの都市ブランド力に変えてきたと、こういう事例だと思いますし、それからミラノサローネ、これはもう本当に皆さんご存じ通りですけれども、ただなんか僕ははっきり言ってミラノよりも東京の方が面白いコンテンツっていっぱいあるし、芸術とかアートとかそういったものも
もう僕は東京は実はコンテンツとしては抜いてると思うんですね。でもミラノサローネというアプリケーションがあって、これが最大の発信力があるので、そこに世界のクリエイティブが集まってくるような印象を与えるという強さがあるんだと思います。でさっき A 面というふうに書きましたけれども、そういったそのキャピタルシティ、その中心となる都市 の、 その総合的な力でクリエイティブで勝つということも重要だと思いますが、例えば地方あるいは地域で勝っているところといえば、まあ、カンヌなんかはもう本当に映画の街ということになってますけど、ここも別にそのハリウッドみたいにですね、映画の、撮影が常に行われている、あるいは映画会社がいっぱい多いわけではなく、やはりカンヌというアプリケーションで勝っているということですし、サンセバスチャンは人口わずか18万人 の、 都市なんですけれども、今や美食の街ということでブランドが立っております。これはバスク地方にあります。それから、ポートランド、なんか おっさんの絵がバーンと書いてありますけれども、ワイデン・ケネディというクリエイティブの会社があります。ナイキ の、 これを作った会社ですけれども、ワイデンの存在一つでですね、ポートランドというのはオルタナティブカルチャーの代表都市になりました。モノクルの都市ランキングで多分、ベスト10に入っている、6位だか7位ぐらいに入っているかと思いますけれども、わずか人口60万人の都市なんだけれども、クリエイティブの力とそれからオーガニックとかそういったその、サブカルチャー掛け合わせたところで、都市力を上げていると。でダボス会議は言う番でもないところだと思います。でこんなふうに都市の一つの、ブランド力っていうのがですね、コンテクストを生み、そしてその、一つ の、 そのキャラクターを見ながら発信力を増しているということです。床川さん来ていただいてますけど、勝手に写真使ってすいません。お金払います。ランチすいません。日本はですね、ものづくりやそれからクリエイティブという部分では非常に多くの人材を輩出している。でこの人たちにもっともっと焦点を当てて、で都市あるいは地域全体で一つのブランディングを作って、発信をしていくと、このコンテンツはあるわけですから、意味付け力それからその受信力を高めていくというようなことを、目指していくべきであろうと思います。岡倉天心からが1906年にザ・ブック・オブ・ティを出しまして、日韓併合とかロシア日露戦争の直前に岡倉天心さんはですね、東洋の西洋の文明よと、東洋の文化をもっと融合しなさいと、いうことをとくとくとニューヨークで説いたわけですね。で、文明というのはやはりその物質的であり経済的であり右肩上がり成長を目指すということだと思います。文化というのはもっと精神的でありヒューマンであり、多様性を尊重するということだと思います。でそういったものを、取り入れてクリエイティブに生かしている都市というのが逆に日本よりもその都市力を増しているというのは非常に残念なことでありまして、岡倉天心からちょうど100年ですから、もう一回ですね、そういったこれパリ万博の写真なんですけども、パリ万博から日本のモダニズムが非常に紹介されて、日本の文化というものが世界に発信されていきました。そして、丹下健三さんの写真が右左上にありますけれども、戦後ですね、黒川紀章さんとか、菊武さんとか本当にすごい建築家の方々が、メタボリズムという運動を展開されて、その、なんて言いますか、東洋初 の、 前衛的な建築運動というふうに多分位置づけられるのではないかと思いますけれども、そういった活動を通じてですね、東京の都市構想を作っていったんですね。で大事なのはそれに合わせて当時の 国土交通省というか建設省の事務次官の方がそれをうまく使いながら東京の都市構想につなげていって、それがオリンピックにつながっていったというようなことになっています。オリンピックといえばスポーツの最前ではありますけれども、例えば代々木のオリンピック会場とかあるいは武道館というのは、ライブではもう本当に欠かせない場所になってますし、オリンピックがあることによっていろんなライフスタイルがまた東京で広がっていくと、いうことだと思いますね。そういう意味においては東京の都市力をつけていく、あるいは東京のそのために、都市の構想力をつけていくというような運動をですね、G1 のイニシアチブで取っていくと、
とても楽しくて元気じゃないかなというふうに思ったりしています。で、まあ、その他いろんなものづくりっていうのもやっぱりその日本のモダンとか芸術あるいは神羅万象から感じ取る感性とか、そういったものからいろいろ育まれていっているものだと思いますので、まあなんか G1 クリエイティブみたいなですね組織を結成しながらまあ行動宣言につなげていければと思います。それからもう一つすいません声が出なくてトーンが低くて申し訳ないんですけれども東京のそういったクリエイティブをその強めていくことによって先ほども申し上げましたけれども日本の地方にはいろんな素晴らしいものがあります。でそれを、とはいえなんかこうどの地域もですね、例えばその、まあ、市民に優しく老人に優しい街づくりそういったことも非常に重要なんですけれども一方で、やっぱり経済を元気にしていくということで考えるとどういう街なのかとどういう地域なのかというその地域ブランドをですね作っていく必要があると思いますし、何々のメッカ構想をですね作っていくということだと思います。でもうすでに福島では本田勝之助さん今日来られていると思いますけれどもまあ、東京の、デザイナーと組んで新しい会津の商品をやったりとかあるいは生駒さんが地域の伝統工芸をまあ、世界へということで WOW というプロジェクトを右下ですけれどもやってらっしゃるあるいは今日高島さんもいらっしゃってますけれども、東の食の会ではですね高田の夢という東北の、食をですね、アメリカ日本東京の、まあ、テレビ CM を作っている一流のテレビプロデューサーに依頼してわずか、これ言っていいのかな5万円でやっていただいているというようなこととかですねまあ、いろんなその東京のクリエイティブあるいは地方のクリエイティブと地域のそのものづくり欲というのを掛け合わせというのはもう始まってますのでそういったことをですねより一層強くしていくというようなことを目指していければなというふうに思ってます。はい、どうもありがとうございました。今会場に32名の方いらっしゃるんですけれどもこれこの今回の行動宣言はですね我々が宣言するというだけではなくてですね皆様にもどうやって巻き込んでいくのかっていうのが G1 から我々に与えられた課題でございましてとりあえず我々が考える5つの行動宣言というのをこれから宣言しますがこれまあ5分から5分ぐらいで終わりますけれどもその後皆さんに振っていきたいと思ってますので Q&A が最後15分に始まるというふうに思わずにですねもう本当にあと5分ぐらいで始めますので覚悟していただければと思います。それでは行動宣言の全体に関して梅澤さんから簡単にざっと、はい、最初のやつがもうご覧いただいている通りですが、あえて読み上げさせていただきます。1番、経済産業省がイニシアティブを持つクリエイティブ東京構想の再活性化により東京の未来を世界に発信、これはまあ先ほど楠本さんが言われていた、まあ世界の中の、まあ、ある種の都市間競争がある中で、東京もステータスをもっと上げ東京の発信力をもっと強めていくということが実は日本の発信力そのものの向上にもつながっていくと。でその中で、まあ、このクリエイティブ東京とこういう構想、まあ、これ実は2年前からスタートしていますけれどもそれをもっともっとパワーアップをしていこうとこういうことですね。それから2番、東京2020年オリンピックパラリンピック招致を応援する。これはちょっと後でまた梶さんに、よいと話をしていただきたいと思います。それから3番、クリエイティブ発信力を持つキーパーソンネットワークを国内外で作る。これに関しては生駒さんとそれから私でまた後でちょっとディスカッションします。4番、日本のものづくり力を発掘し内外のクリエイティブネットワークを生かして世界に通用するブランドを作る。これも楠本さんからさっきお話がありましたいくつかの取り組みに関してと、まあ、その延長線上でもっとパワフルにやっていこうということだと思います。そして5番、これらを組み合わせて地方都市および地域のメッカ化を促進するとこういう5つをとりあえず我々の5人のチームで1回ドラフトをしましたというのが今日現在のステータスです。で1番はさっきお話をある程度いただいたのかなと思いますけど補足されますか。大丈夫ですか。じゃあ2番とにかくこう 都市構想ですがですねやっぱ夢と希望に満ちた未来の東京っていうのをやっぱみんなで考えないといけないと思うんですよ。で昔はそれをやってたわけですね。で今は
なんかこう何かこうプロジェクトとかそういうのはあるんですけども、なんか東京ってこんな街になって世界とのつながりこうなったらいいよねっていうなんかコンセンサスがないような気がしていて、で例えばそれがオリンピック招致 の, こうあの支持率の低下がある。でもそのスポーツの祭典を目指すんだけれどもその先に何があるかっていう、ちょっとそういった運動を起こしていくっていうのは意義があるかなというふうに思って提案をしております。まあ、あのちょっと補足をさせていただくと、まあ、世界にいくつか文化発信力の大変強い都市っていうのがありますけれども、まあ、例えばニューヨークであるとかパリとかロンドンとか、おそらく東京が一番ダイバーシティがあると思うんですね。ちょっと思い浮かべていただければ秋葉があります、新宿があります、ファッションで言えば渋谷、原宿、銀座がありますと。で、秋葉に惹かれてくる人と、それから、まあ、表参道に惹かれてくる人、これ全然違うタイプの人たちですと。まあ、東京って一言で言っても、まあ、かなり大きな都市だし、一個一個の街ごとにものすごく、違うキャラクターがあって、違う人たちを吸引できる街になっています。ただし、まあ、東京はあの外人にとってあまり優しい街ではなくて、やっぱりどこに行ったら何があるのかっていうナビゲーションがやっぱり我々として十分にはまだできていないから、まあ、そういうところのどこに何がありますよ、どういうことをやりたい人は、どこに行ってこれを見たらいいですよみたいなナビゲーションをちゃんとしてあげるだけでも、実はだいぶ文化発信力が高まり、結果的にそれがまあ観光という意味でもつながるし、まあ、我々が取り組んでいるクールジャパンの発信力そのものにもなると、まあ、こんな問題意識を持っています。で、それを実はこの2番のオリンピック・パラリンピックという話と今回つなげたところのちょっと意味合いを、これ梶さんにお話いただけますかね。これ2020年のオリンピックに向けて作られた動画であります。1分少々なのでちょっとご覧いただいて、ありがとうございました。3月の上旬に国際オリンピック委員会の評価委員たちが東京にやってきます。それが1回目のプレゼンテーション、そして2回目に6月にローザンヌで国際オリンピック委員会の本拠地で日本がプレゼンテーションする、そして9月の7日アルゼンチンブエノスアイレスで最終的に決まります。スポーツの祭典、平和の祭典、若者たちの夢、でも果たしてそれだけなんでしょうかね、このオリンピックというのは。多分為末さんなんかはオリンピックのために人生をかけておられた方です。オリンピック自体はそれは確かに目的かもしれない、しかし2020年の世界を考えた時にですね、一体そこにどういう世界が繰り広げられているのか。まず新興国、中国やインドという新興国がどんどんと力をつけていく、アメリカを中心とした世界のガバナンスというのはすごく性質を変えていきます。その時に我々の持っている和をもって尊しとなすというこの価値観は世界に問う、
このことが世界にとってどれぐらい重要かということをもう一度我々は考えてみる必要があるのではないか。オリンピック自体が目的だったけれども、オリンピックを手段と捉えて一体新しい世界をどういうふうに描くのか、そういう意味でもですね、この招致はただスポーツを素晴らしく世界に伝えるというだけではなくてですね、我々が持っている温かい気持ち、誠実な心、そして悪ことなきクオリティへの追求、こういったものをですね、世界に問う良いチャンスなんだという意味で、オリンピックを手段として世界に問う、この発想が私はすごく重要だと思っていて、それゆえにクリエイティビティとオリンピックの招致をここで結びつけたという発想でございます。まあ、昨日為末さんがアスリートを、まあ、あるいは文化の、まあ、何でしょうね、こうアイコンとしてもっと使ってくれと、まあ、そういうお話もありましたけど、まあ、まさに我々実はクールジャパンって言って、まあ、パッと見アニメとか、あるいはコスプレとかっていうものを、まあ、皆さんイメージされる方もいらっしゃると思いますけど、まあ、はるかに実は広いカバレージをしようとしていて、まあ、一言で言うと、何らかの人の感性とか、パッションとかあるいは共感みたいなところにこう働きかけるような力を持ったもので、まあ、上質なものは全てクールジャパンだとこういうふうに捉えようと思っています、まあ、そういう意味では、アスリートの方でその人の存在自体が、本当に人に対して働きかける力があってかっこいい人、クールな人、これはどんどんご一緒していただきたい、ご一緒していきたいなというふうに我々も考えているので、まあ、我々にとってはだからそのオリンピックを招致するということが、その都市力をアップするということにもそのまんまつながるし、それがうまくいくということがクールジャパンをさらに加速をするということにもつながると、まあ、こんなふうに位置づけて考えています。で、3番目のクリエイティブ発信力を持つキーパーソンネットワークを国内外で作ると、まあ、これは分かりやすい話なんですが、まあ、どうやってその日本にいろいろ面白いクリエイティブコンテンツがあるよというものを伝えていこうかということを考えたときに、まあ、昔アメリカが取った手段はハリウッドムービーだったわけですね。で、今韓国が取っている手段は韓流ドラマだったり少女時代を先兵として送り出すということです。で、日本は、まあ、似たようなことももちろん、できます。だから、まあ、映画を使おうとか、あるいは、タレントグループを使おうとか、そういう話も出てくると思いますが、でも一番強いのは何かというふうに考えると、日本にこんなに面白いものがあるよというふうに自分の口で語ってくれるいろんなインフルエンサーなのかなというふうに思っていて、で、そういう意味では日本人で世界に発信力のある方々にもインフルエンサーになっていただきたいし、それから外国人であるいはハーフで日本に強い関心を持ってしょっちゅう日本に来ていろいろ日本で発掘をしてくれているとというような人たちも随分たくさん実はいます。そういう人たちをうまくネットワーク化して、そういう人たちに情報をまあお渡しをして、で、もしご興味があれば自分の目で見てください、ご興味があれば世界に発信をしてくださいというふうにお願いをしていくような仕掛けを作っていこうというふうに考えています。で、まあ、メディアをどううまく巻き込むかという話もありますよね。そうです。私もクールジャパンの、有識者会議に2年ほど出させていただいてるんですけど、長らくまあ私自身はファッションとアートを日本から発信する仕事をメディアを通してしてきてるんですけど、この3番と4番についてちょっとお話したいんですけど、とにかくハードの部分がまず発信力に関して言うと全く整ってないんですね。例えばブリティッシュカウンセル、イギリスはですね、もうしょっちゅうしょっちゅうイギリスの若いデザイナーのファッションショーがあるから英国大使館に来いと、それからフランスもですね、フランス大使館の中に文化事業部を抱えてまして、例えば2年間や3年間の契約でもともとカルチェファンデーションのキュレーターだったプロを外から取り込んでですね、日本に派遣するんですよ。で、日本の場合、例えばじゃあ海外のジェトロの中にそういう機能があるか、大使館や領事館の中にそういう機能があるかというと決して十分ではないと思うんですね。で、私まあ、ヴォーグとかエルとかマリクレールという国際誌をやっていましたので海外の知り合い多いんですけど、
よしこ、日本のどこにリンクしたら日本の情報って得られるのってしょっちゅう聞かれて、まあ、私が一人で窓口になっていろいろ人を紹介したり取材するならここよみたいなことを一人観光案内のようなことをしてきてるんですけど、まあ、今梅澤さんおっしゃったそのキーパーソンネットワークすごく重要だと思います。プラス向こうの主要なこうやっぱメディアを抑えられる力がある人、その人たちが派遣されないと意味ないと思うんですね。でそういうネットワーク作りを早急にするべき、まあ、イギリスアメリカの戦略はもう軍事戦略に近いんです。文化戦略がもうほとんど狙ったターゲットをガーッと攻め込んでくる。 NHK なら NHK、 あるいは新聞なら新聞、あるいは個人のクリエイターならクリエイター、すごい力で探してきますので、まあ、そういった発信力の装置をまあこの機にぜひ作りたいということがありますね。ちょっといいですか。でその発信ってことに関して言うと本当に大事だと思うのがやっぱりバイラルメディアで、例えばおそらく今日本からの情報を一番発信できているものって何かなって考えると、もしかしたら東京オタクモードかもしれない、まあ、1000万のいいねが、まあ、ほんの1年ぐらいで、ついてしまったわけですね。日本初の Facebook メディアでいうと最大のいいねを獲得してます。とあるいは、まあ、我々も何度か一緒にセッションやったことがあるんですけど、ダニーチューっていうイギリス人、マレー系のイギリス人の方で日本に住んでいるもうオタク中のオタクみたいな人がいます。で彼はカルチャージャパンという、これはネット上のサイトをやってくれていて、今5カ国語で、日本の面白いものをとにかく書き集めて世界に発信をして、で世界中からもう本当に南米含めて地球の裏側からもいろんなアクセスが来て、このフィギュア欲しいんだけどどこで買えるのみたいな話を、なんかダニーチューさん個人でもう仲介業までやらざるを得ないみたいな状態になっている。でやっぱりこのネット、それからソーシャルのパワーって本当にすごいので、逆にそのスペースで発信力のある方をどんどん我々やっぱりネットワーク化をしていきたいなと。で、これは皆さんにとっても一言ではなくてですね、皆さんもぜひ特にその東京あるいは日本のクリエイティブってことにご関心を持っていただけるんであれば、ぜひ英語で発信してくださいと。まあ、いつも英語でやってくださいとはまあ申しませんけど、少なくともこれはなんか外にも見てほしいなと思うものがあったらぜひ英語で発信をしていただきたい。我々も自分たちもやらなきゃいけないんですけど、ここにいるインフルエンサーの方々がそういうことをレギュラーにやるようになるだけでも、多分それを積み重ねていけばだんだん大きな発信力になっていくと思うし、それにかぶせる形ですでにその英語のネットの世界でブロガーとして相当のオーディエンスを持っているような人たちも我々ネットワーク化をしていきたいと思うので、それが全部つながっていくというのがここでの一つの理想形です。あとこの4番の日本のものづくり力発掘ということなんですけど、私も2年ほど前からファッションアートの世界にいた私なんですけど、日本の伝統工芸の世界が宝の山だということを改めてですね、私よりもう長らくやってらっしゃる方いるんですけども、ラクチャリーブランドさん海外の見ますと、もうほとんど皆さんルーツはクラフツマンシップなんです。でルイ・ヴィトンにしてもエルメスにしても、そういったところからですね、一世紀半かけてああいう巨大なですねビジネスを生み出している現状があるんですね。でこんなに宝の山があるのに、日本からただの一つもラグジュアリーブランドが生まれてこなかった、三木本さんは別です。三木本さんはパールでいろいろ成し遂げられましたが、そこのちょっと悔しさもあってですね、なんとかやっぱり伝統を革新に結びつけていくことが必要だということで、結構ご縁をつけて全国回ってます。金沢も行きます、福島も行きます、三重県も行きます、佐賀県も行きます。ということで見て回るとですね、もちろんその後継者がいない、それから販路がない、もう皆さん叫ぶようにおっしゃってます。プラス深刻な問題が一つあります。それはですね、地元の無関心です。とにかく例えば伊勢型紙にしても、有田焼にしても、行くとですね、必ず地元の方がおっしゃるのは、でも生駒さんね、地元の人に関心がないんですよ、で誇りにも思ってない。で私はもうつい有田焼とかに行くとですね、じゃあなんで給食の器を全部有田焼にしないんですか聞くとですね、だって割れるでしょ、割れることを知ることが重要じゃないですかし、割らないですよ子どもは、丁寧に扱いますよね。でそういう教育の現場からしてそういう状況で、私はやっぱりそこがすごく深刻だと思ってて、クールジャパンの活動していく中で、クールジャパン、私は、ね、日本だけの問題じゃないと思ってるんです。実は日本の芸術とか文化ってすごい美意識、洗練された美意識と繊細さ、
これは私世界にとっても本当に財産だと思ってるんですね。世界にとっても大切な資源だと思ってるので、まあ、そういうちょっとこう使命感もあって取り組んでるんですけども、まあ、そういったものをですねどんどん紹介していくのに必要な一つの要素っていうのはプロデューサーとかですね、まあ、カタリストって呼ばれる人たちですね、触媒になる、要するにクリエーション作る人と、をただ作っただけで終わりっていう話じゃないって先ほどから出てるんですけど、それを伝えていく人たち、例えばプロデューサーだったりコーディネーターだったりで、そういう人たちの存在っていうのがまだこの社会の中でちょっと目に見えない。私もかねがねもう会議でも言ってるんですけど、アーティストやデザイナーの地位が低いぞこの社会はという声もあるんです。実際アーティストっていうんで銀行の口座一つ開けないんですよこの国は。つい最近の話です。私のもうすごく今アップカミングな有名になりつつあるアーティストが銀行でアーティストで口座開けなかったよ。 でも最終的に開けたの。じゃ何で開けたと思います？彼女はアーティストって使えなかったんですね。何かある一つのタイトルで口座を開けたんですよ。家事手伝いだったんです。家事手伝いで口座が開けて、アーティストが口座を開けない国ってどう思います？また政府の事業の中でソフトに対する項目ってないんですよね。コーディネートフィー、プロデュースフィーっていうのはないんです。もう時間の時給のやっぱり労働しか認められてない。それおかしくないですか？だってこれは換算できないから、目に見えないから。そのこと自体がやっぱりこの社会がそういったものをリスペクトしてないと思うんですね。で私やっぱりこの4番ものづくり力、日本はもうこれ宝ですよね。今21世紀の宝で、まあ、間違いなくこれはですねきちっと紹介すればもうビジネスを活性化させる力になります。すでになってます。たくさんの方がいい発信もされ始めてます。でブランドもできると思います。できつつもあると思うんです。ただやっぱりこう1億2000万人ぐらい今日本の国民全員がクールジャパンの応援団にならないと難しいです。でそのことを、ね、すごく痛切に思うので、まあ、私たちはこう使命としてはこうプラットフォームを作ったり常時発信できる、まあ、ウェブ上の、プラットフォームですとかステージを作ること非常に重要なんですけど、何はさておいてもですねその教育の部分でもいろいろとこうクールジャパンの働きかけをしていく必要性はあるかなと感じています。ありがとうございました。まあ、それでは5つ目の、まあ、ごめんなさい。いや4番ちょっと一つ言うと、これは、小さな会社とそれからクリエイティブネットワークという話だけではなくて、日本の大企業とそれから日本のクリエイティブパワーが融合をするということでもありますと。裏返して言うと今の日本の大企業って残念ながらあんまりクリエイティビティとかブランドとかというものを世界に打ち出してで上手に商売をするということができていません。残念ながら LVMH のような会社は日本初ではありませんと。だけどそういうところこそこれからの日本ってやっぱりもっともっと鍛えていってもっと上手に世界で商売をするということが必要ではないでしょうかと。その時に今生駒さんが言ったような、まあ、クリエイティビティとかアートとかというものに対して社会があんまり関心を払っていない、お金も払っていない、特に大企業セクターがほとんど接点を持っていないということだと厳しいんじゃないでしょうかと。実は昨日紫舟さんも僕同じメッセージを言われてたと思うんですね、という問題意識も込めています。で5番はだからまあ、クールジャパンのはなんか政府がやってることではあります。だけれどもなんかこう G1 で何か行動宣言をしようという発想で考えると、あるいは、まあ、僕個人としても、まあ、参加している身として、まあ、何を思ってやっているかというと、なんかどっちかというとですね、昔 その所得倍増計画みたいな、あるいはその日本列島改造論とか、とても分かりやすいですよね、うん、国土を所得倍増しようと、ごめんなさい、所得を倍増しようと、うん、非常にメッセージが分かりやすい。日本列島を改造しよう、どう改造するか分からない、なんかすごいワクワクするみたいな、なんかやっぱ昭和の時代ってやっぱりそういうこう次にこうなるなみたいなメッセージがですね溢れてたと思うんですよね。でなんか人口が減るからそうならないよねとか、経済右肩上がりにならないよね、だからビジョンがは描く必要がないよねってことは絶対なくって、そういった時代において僕たちはどういうふうに、まあ、生きて行動するのかっていう、なんかこう国民運動的なメッセージだと思うんですね。だからそのクールジャパンというのは言い換えるとそのクリエイティブ日本を作ろうみたいな、
でそれはさっき梅澤さんもおっしゃいましたけれども、別にアーティストがクリエイティブなだけなんじゃなくって、例えば大企業も、まあ、さっきトヨタの 2000GT とかですね、ホンダシビックとか写真もちょっとこう出しましたけれども、めちゃめちゃかっこいいと思うんですよ、流線形とかで。やっぱり蒲田の工場とか東大阪の工場の人たちがそのこう板金を作ることにすごい命をかけてて、でそのこだわり、ものづくりのこだわりとそのクリエイティビティがあったと思うんですね。で夢もあったし、だから本田宗一郎さんは経営者でもあるけれども、僕はクリエイティブディレクターだと思うんですよ。だからその会社に社長と同じような位置づけでクリエイティブディレクターがいるっていう大企業の、例えばこう図を作るみたいなこととかですね、あるいはその地方、まあ、これ5番の話なんですけれども、やはりそのさっきポートランドの話をしましたけれども、ジョン・ジェイもすごいと思いますが、実はポートランドの市長ってすごいなんていうんですか、こうクリエイティブな人なんですよね。でまあ、ゲイだったりするんですけど、まあ、それはいいんですけども、まあ、だからそういうこうなんて言いますか、こうホスピタリティとか街をこういうふうに変えようみたいなイノベーションに対して の, その,、まあ、エネルギーとアイデアに満ち溢れた人なんですよね。だそういった人がこう地域を引っ張っていくという部分では、なんかこういう、地域産品とか地域のらしさみたいなことを世界に発信することをですね、さっき、まあ、田中さんの話でコンテンツだけじゃなくてコンテクストもクリエイティブにやっていくことによってメッカ化していくというようなことも行動宣言の一つに入れさせていただければと思います。ありがとうございます。では先ほど予告しておりましたように、早速というかフロアに振って議論をちょっと進めたいと思いますが、です、ね、でも生駒さんがその前に何か違うんです、ね、早速ですね、そのメッカ化っていうところでね、ちょうど三重県の鈴木英敬知事がいらしているので、ちょっと一言何か今ねメッカ化を目指して、はいはいはい、本当に頑張ってらっしゃる三重県で知事という仕事をやらせていただいてます鈴木と申します。今のお話で感じたこと一つと、そのもしよかったらご所見をお伺いしたいことが一つありまして、さっき住民の無関心ということがありました。で国民運動にしていこうと楠本さんもおっしゃっていただきました。で発信、僕も発信が大事だ、で発信しなきゃっていうのは僕は知事として当然分かってるんですけど、やっぱり住民の人たちがなんでそんな発信せなあかんのって、生きていけるやんかっていうふうにみんな思ってるわけですね。で僕はその発信することで自分たち自身も自分たちの地域のことを好きになり、外の人たちにも自分の地域に共感してもらう。で人間は共感したら必ずそれをもっと良くしよう、あるいはそれをこうもっと素晴らしくしてようっていうアクションに出るはずだと。じゃあ誰かに押し付けられて自分たちの地域を良くするんじゃなくて、自分たちが共感をし、あるいは共感した人たちの手で自分たちの地域を良くする、それが自分たちの幸せにつながる、だから元々の発信をしなきゃいけないんだということを、まあ、僕は発信の必要性ということで訴えていますが、まずやっぱりその住民の皆さんの無関心やその発信の必要性ということを理解してもらうことって大変難しいことであるという実感が一つあります。でもそんなことでくじけてではいけないのでやりまくりますけれども、特に今年は神宮の式年遷宮がありますからやりまくりますけれども、まあ、そういう実感はあるということが一つで、それからその地方のメッカがぜひやりたいと思います。で一方でさっき梅沢さんも言ってたように、東京の中でも新宿や秋葉原や表参道や銀座、それぞれいろいろありますねと。で例えば三重県でも伊勢っていうその神々の都みたいなところもあれば、その長島スパーランドみたいなところもあれば、F1 日本グランプリやってる鈴鹿みたいなところもあって、でそれぞれの顔がそれぞれにある。でそういう時に例えば都道府県というのは、まあ、その地域によって違うかもしれませんけど、どういう役割を果たしていったらいいのかなっていうのが、まあ、うちの県行政としての悩みというのは実はあって、伊勢、まあ、今はもう僕はもう行けと、とにかく伊勢で行けと、今年はとにかく伊勢で行け、で来年はとにかく熊野で行けっていうふうに、世界遺産の来年10周年なんですね。もうとにかく伊勢熊野で行けって言ってるんですけど、そう言うと四日市の人はなんで四日市のことを言わへんねやって怒ってくるわけですね。まあ、そういう、まあ、すげえしょうもない話申し訳ないんですけども、そういう中での、まあ、だから地方のメッカ化っていうのをしていく中での、まあ、行政の役割、あるいは特に広域自治体である都道府県の役割っていうのに何かご所見があれば教えてアドバイスいただけるとありがたいなと思いました。以上です。どなたが一番でしたか。梅沢さん、今の知事の2つ目のお悩みですね、都道府県の役割。極論してしまえば都道府県っていう括りはもう忘れていただいた方がいいかもしれないと。で本質論として知事がおっしゃった通り、伊勢、熊野、ここまではいけるかもしれませんが、四日市って別に国際発信力無理ですよ。いや無理なので、まあ、無理だって知事のお立場では言えないかもしれないけれども、もうそれはもう置いといて、
本当にやっぱり、ブレイクスルーする可能性があるところに集中的に投資をされるというのが、本当に正しいと思います。でさらに言ってしまえば、広域連携みたいなことも考えて、もうちょっと大くくりでブランド化をした方がいいというケースもあるように思うんですね。まあ、一番分かりやすい例が多分瀬戸内だと思うんです。瀬戸内のアートアイランド構想、まあ、ベネッセの福武会長がずっとやってこられた仕事、あれは、まあ、直島って言って最初にピンで建てましたけど、その後に犬島とか手島とかで、さらには、瀬戸内、芸術祭でしたっけね、で11個ぐらいの島を束ねて、瀬戸内っていうところとアートっていうものをこう連想させるとこういうところまで20年かけてこぎつけました。でくらい大仕掛けにやると、僕は相当持続性があるブランドになると思います。だけど島1個だったら本当に持続性あったかというと、多分来た人が島1個だとそこに飽きたらもう2回目3回目なかなか来てくれない。島がたくさんあって、それぞれ違うやっぱりアートがあるから、また来て他の島も行ってみようというふうになると、といううまくその広域で一つのテーマできっちりくくれるんだったら、そういう考え方もあって、その時は都道府県の枠って逆に邪魔になる可能性もありますよね、という発想で、本当に何が一番ポテンシャルがあって、でそれをどういうふうにくくると、いいブランドが作れて、そのためにはどういう、組織で動かしていくのがいいのかという順番でお考えになることを、ぜひお願いしたいなと。ありがとうございました。僕四日市そんなにダメだと思ってなくて、いや真面目に、なぜかというと北九州の例を見ていただくと、例えば四日市は世界で最も深刻な公害を克服した町である、これは世界にとってずっといいメッセージがあるんじゃないかっていうようなポジショニングもあったりとかする。このグループクールジャパン的なグループなので、ね、クールでない四日市ってことになってますけど、実はそういう整え直し方っていうのはすごい重要だと思ってました。私もごめんなさいね、まあ、私もですね、やっぱりさっきメッカ化っていうのはすごく分かりやすくて、やっぱりアメリカにセドナっていうところがあるんですけど、セドナってパワースポットですよね。まあ、伊勢はねパワースポットなんですよ。伊勢熊野を要している三重県は完全にパワースポットです。忍者もいます、海女さんもいます。もうコンク状態ですよね。ですから、まあ、パワースポットとしてのブランディングの中でいろんなトピックをこう盛り上げていくような形で一つの見え方にした方がいいのかなっていうのは、いやこいつ本当外からの目ですけども、そうそう、だから発信力のさっきのだから田中さん、すみません、一言だけ、知事がおっしゃったその一つ目は、だからさっきの話でいうと、要するに、まあ、僕も博多の人間ですけど、博多のことってあんまり考えられないんですよ。でだから自分 のエリアってあんまり分かんなくて、人間もそうですけど、お前はなとかってよくお前はこうだとかって言ってるんですけど、自分のことはよく分かってないみたいなことと一緒で、だから掛け合わせがすごく重要だと思っていて、で東京をクリエイティブに、あれ東京だけじゃなくてもいいんですけども、でそういった視点だったりとか、海外の人たちをもうどん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 呼んできて、でそこでモニタリングをして、まあ、三重一帯の面白いところをどん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 ブログアップしていったときに、海外がどう反応するかみたいなことをモニタリングしていくというのが一つ、外国人に聞けっていうところですね。はいはい、じゃあということで発信力ということで、非常に今皆さんが言っていることのポイントっていくつかすごくいいものがあると思うんですけれども、やはり自分たちの価値っていうのは外との接点で初めて自覚するんですね。ですから、まあ、今話があったように、どんどん外の人が、あるいは、世界の人たちがですね、やっぱり伊勢や熊野に来てもらう、でその中で伊勢や熊野というものを支えている日本人の感性というんですか、僕は日本人の感性って世界で最大に優れているものだと思うんですね。で今話があるように、その多様性という、中で培われているんですね、日本人の感性というのは。ところが世界で日本は多様な国だと思っている人はほとんどいないんですよ。それが一番大きな、ね、バリアなんですね。この、思い込みというのを崩さなきゃまずいけないと思うんですね。で崩すためには、まずそういう自分そういう価値を持っている人たちがまず自覚させる、俺たちの持っている感性って素晴らしいんだと、伊勢熊野っていうのは世界に誇るもんなんだということをするためには、やっぱり来てもらって、でそこで感じ取っていただくと、地元の方々がすごいんだ俺たちのものっていうのは。で同時に来ていただくことによって、そこに場ができますから、外からの人たちがそれをまた理解していくっていう好循環に入っていくと思うんですね。でメッカ化っていうのはやっぱり重要なのは、日本のためのメッカ化じゃないんですね。世界のためのメッカ化ということで、
ですから単にその日本のいろいろなものを知ってもらう、ブランド化する以上にさらにそれが世界に貢献していくんだと、世界の感性の中に日本の感性ということを入れることによってまるっきり違った、ね、世界が出てくるんだということを納得していただくというところがやはり鍵だと思います、ね、ですからもう梅沢さんおっしゃったように県とかそういうレベルじゃない、もう三重が世界と直接やればいいんですというふうに思います。どうも三重県アドバイザリーボードの皆さんありがとうございました。ではそれでは、フロアの方からどんどん、議論、藤野さんお願いします。できるだけこう議論を短くしていきましょう。たくさんの方に発言いただいてみんなの行動宣言にしたいので、はい、藤野と言います。国立環境研究所に勤めてまして、1月2日3日に、お伊勢回りをさせていただきました。三重県アドバイザリーボード東京のオリンピック の, そのコンテクストというか意味付けのところで、多分まだ僕自身も今日のお話を聞くまで分からなかったところが、その前オリンピックやったからいいじゃんっていうモードが無関心層の中にあると思うんですね。ただし今度オリンピックやる意味は違うっていうところを明確に打ち出さないと無関心層は多分崩れないかなと思いました。でその時に我々はおしゃれな生き方をするとか、アジアの人たちに対して持続可能な生き方をするとか、そういったコンテクストをコンテンツを見せていかないと、多分別に他のイスタンブールでやった方がイスラムとつながるし面白いんじゃないのとか、なんかそういったようなことを思いました。それからあとそのコンテンツという意味だと、なぜここで福島でやっているのかっていうところについて発信しないの、行動宣言に載ってないのはちょっと不思議だなと思ったんですけれども、やっぱり福島はもう現場になってしまって、そのさっきのシンガポールの SARS の例がすごいいいなと思ったんですけれども、それこそ世界の研究者とか本当に世界にアジアでこの問題は必ず起こると思いますし、それの事前準備をしていかないといけないので、そういった意味で福島のこともこの中に入れていかないといけないんじゃないかなと思いました。以上です。ありがとうございます。この行動宣言はですね、どちらかというと媒体みたいな感じで、これで皆さんの議論を引き出そうということで我々が考えたものですので、ぜひ今の藤野さんのような視点をどんどんいただけたらと思います。次の方はどなたか。すみません、ネットイヤグループの代表をしております修陽と申します。発信力っていうところに結構そこが足りないねっていうふうにおそらくこうボードの方も思ってらっしゃって、で私もやっぱり日本って発信力がいいものを持ってるのに発信力が足りないなと思っているんですね。でそれで前にちょっと梅沢さんとか、生駒さんとかとお話をさせていただいて、このクールジャパン広げるためになんか、私もこうできるんじゃないかというふうに私もすごく関心は持ってるんですね。ただ、本当に行動につながらないっていうか、先ほどのバイラルマーケティングみたいな、バイラルっていうことに関してもやっぱりみんなが発信すればいいよねっていうのはそれはもうしっかりだと思うんですけど、でもそれだけだとなんかなかなか前に進まなくてですね、で私もじゃあそれ手伝おうと思いながら会社に帰ると KDDI のことやっちゃったりスカーパのことやっちゃったりするわけですよ、お客さんのことを。 なので発信力に関してきちんとお金を払う、戦略的にお金を払うっていうことをなんかやはり日本はした方がそこが欠けてるんじゃないかと思うんですね。で例えばうちの別に全然宣伝じゃないんですけど、トライバルメディアハウスっていうのがうちの子会社でバイラルマーケティング専門の会社があるんですね。でそこはおそらく日本一なんですよ。でそれからこの前やったのはポッキーの日っていうポッキー の, の宣伝を、そのポッキーという言葉を1日のうちにもう一番たくさんつぶやくことでギネスを取るっていうのに挑戦したんですね。で取ったんですよ。でそれはこうそれってすごいことで iPhone を抜いたんですね。 iPhone という言葉が1日に発売日にやっぱり当然これも何も宣伝しなくても iPhone ってみんなつぶやきますよね。でもポッキーの日に11月11日にポッキーとつぶやくって誰もつぶやこうと思わないですよね。それを iPhone を抜かせたんですね。でギネス取ったし、ツイッター本社からもう日本を恐るべしっていう言葉が出たんですよ。だからこうなんかそれは戦略的にお金を払ってるんですね。で一方で私たちもネットやグループって親会社なんですけど、うちらも私たちもバイラルやるんですが、あんまりそこにお金は払ってなくって、今回レシピ、外人向けの日本のレシピっていうのを Windows 8の Windows、 マイクロソフトが Windows 8のストアを活性化させたいので、なんかコンテンツ出してよって言って、でうちがアプリを有料で
こう出し始めたんですね。まあ、ところがそこの発信のところにうちお金がないので実はお金を払ってなくって、おそらくこれってあんまり売れないだろうなと思ってるんですね。で同じ会社の中でもやっぱりその発信に関してお金を払うのか、でそこで一番この発信力が高い戦略的なことをやるところに、まあ、なんかちょっときちんとした形でなんかこう計画を立てて、まあ、やっていくっていうのがありがとうございます。なんとなく必要じゃないかなと思いました、はい、あとじゃ お二方ぐらい、あ森さんどうも、フロムニューヨーク、ニューヨークアドバイザリーボードもやりますから。いやどうも森俊子です。ニューヨークに行って建築家ハーバードを教えてます。どうもありがとうございます。まず東京オリンピックとかおっしゃってたんですけど、一つ全然話が出てないのは日本の一番力強いのは建築なんですよ。日本人の建築家というのはものすごいアセットで、友達もたくさんいるんですけれど、その一人に限らずにみんな動員すればどの国よりもどの町より絶対勝つんですよ。ところが友達の日本人の建築家は仕事がない、海外しか仕事がないで国とか県とか知事さんとか市とかそういう仕事が入ってこないって言うんですね。で もちろんプリツカー賞を取った人とかもうすごい仕事をしてるんですけれど、だからその建築家を有利に活動していただくと絶対勝つと思うんですね、オリンピックなど。そしてもう一つはね、都市の考え方なんですけれど、さっき梅田さんがおっしゃったように東京っていうのは、東京っていうと漠然としてイメージが湧かないんですけれど、渋谷とか六本木とか原宿っていうパッと明るいこうはっきりしたイメージができますよね。でさっき田中さんもおっしゃったような日本っていうのは多様なんだけれど、その日本というと漠然してしまうし、東京というと漠然してしまうけれど、三重って言ったらやはりはっきりするじゃないですか、伊勢というと。だからはっきり言えば分散化すればいいと思うんです。そのもう東京で言わずに渋谷とかなんとかで、ロンドンで成功したっていうのはマーティン・エミスっていう人が小説ロンドン・フィールドっていう小説書いて、でロンドンっていうところは東京に出ていろんな町村から 作られてるんですね。それぞれの村 の特徴を生かせていろんな競技場を作って、だから都市計画的にその分散してしまって、その分散化しながらでもイメージが強く出してるんで、それは東京可能だと思うんですね。だから渋谷でこうやって、で他にも新しい街も作られると思うんですから、ですから分散化とその地方化一緒にした方が、その統一化してしまうと弱いと思うんですね。そういう提案です。ありがとうございます。去年森さん のオフィスにニューヨークで行ったんですけど、トーマス・マイヤーっていうボッテガ・ベネタのデザイナーの別荘を作っていて、もう本当に森さんのオフィスかっこよかったですけれども、あんな美しい日本人の女性がニューヨークでそんな風に活躍してるってこと自体がもうとクールでしたということで、はい、次の方、あ、じゃあ山田さんお願いします。ショート製薬の山田でございます。クールな日本っていうものと、それを伝える可能性っていうのは私も非常に感じるんですけど、僕はまあ逆に言うとすごい危機も裏側にあると。それはまあ例えば2020年っていうのは我々も想像できるし、そこに向かって力結集していくべきだと思うんですけど、じゃあやっぱりもう一歩先の2050年を考えた時にね、やっぱりその今のクールなところが本当に失われかねない。で逆に言うと2050年を担う世代にをどう育てるかとか、でやっぱり世界に発信しているときにやっぱり日本はすごいんだぞっていうと、どうしてもその持ってるものとか過去になってしまうんで、いや2050年を目指して我々こういうものを、ね、方向行きますと、ここがやっぱりでも今すごく我々全体にまだ弱いところで、一生懸命もがいてるけど2050年どうすべきだっていうところをですね、僕はすごくやっぱりそれがやっぱり最終的なメッセージになると思うんですけど、もしお考えを皆さんお伺いします。私、まあ、いくつかこう改善していかなくてはいけない状況の中のトップがですね、私の中ではですね、やっぱ奨学金の拡充なんですね。でよく最近もカナダから若いアーティストが来たと、で急に日本から招かれて、でも飛行機代がない、ホテル代もないって言って諦めるケースもあると思いきや、カナダはすぐ出るんですね。
っぱりそういう申請をすると。で日本は逆にそれがないのでもうメゾエンオブジェ出したくてもやっぱり 今年は諦めとくわとかいう声を50万100万の単位で聞くんです。こういう小口の奨学金を、そのタイミングよく出せるような国になりたいなというふうには私は思ってます。まあ、未来に投資する、今までやっぱり 文化ってこう権威づけだけにね、あまりにちょっと、割かれてきたかなと思っています。今、手を挙げていた食事の方、一つだけいいですか。はい、今の山田さんの話、一つ、絶対にやりたいと思っているのは、日本を人的に開国するということです。で日本に関心がある日本で仕事をしたい日本に永住したいという人にどんどん入っていっていただく。でその時にすでにもう起こっていることですけど今若い人たちが日本に来たいっていう多分最大の理由がアニメだったりファッションなんです。で多分これからしばらくはそれをかなりメインの吸引力にしてでアジアや世界の若者たちに入ってもらってで、日本で一緒に仕事をしてもらって最終的には日本の人口や消費力の底上げにもつなげていくということをやっていきたいと思っています。でこれをやることで実は世界に通用する日本のクリエイティブコンテンツを進化させることができる。日本人だけではその仕事はできないというふうに強く思っています。コンテンツから、はい、もう一つすみません、30秒ぐらい、はい、30秒無理です。いやすごい危機感というのは大賛成 で、 ですねある僕の友人の栄養士が小学生を調べました。1日3食何を食べているかと。でその上で彼らに昆布だしとそれからカツオだしとアゴだしそれぞれ食べさせてで食べさせた後にさあこれは何だしだっていうことを問いました。でそうするとまあさすがに1回口にするとどれが昆布でどれが青出しだかぐらいは分かるじゃないですか。なんと7割の小学生がそれでも分からなかった。何が言いたいかというと90年代に入ってその要するに天然のものを口にするというものが小学生は全くなくって実は 60% が便秘だったりとか、もっと言うと 60% が、栄養失調だったりするんです。栄養失調の意味はパパとママが、食べてるご飯をそのまま食べる。でママはスリムでいたい、パパもメタボを気にする、その結果子どもは栄養失調。これが 60% 板橋区です。何が言いたいかというと、東京からは、30年後に戸川邦夫さんみたいな人は、出てこないと。だって味覚がないんです。味覚がなくなってるってことですね。はい、そういうことです。ありがとうございました。じゃあ、話が食の方に移ってきたってことで例えばの話で申し上げました。高島さん、本田さん、それから最後の方になったらスポーツに振りたいと思ってますので為末さんで、はい、じゃあ短く。はい、おいしく高島です。普段僕悩んでて今日の話を聞いてもよりちょっと悩みが深まってるのはですね、まあ、今香港では輸出とかをしてるんですが日本のクリエイティブを発信するのか日本をクリエイティブに発信するのかクリエイティブなものをクリエイティブに発信するのか一見クリエイティブじゃないものをクリエイティブに発信するのか、まあ、どういうところなんだろうなと思ってて、で 今までちょっと最近香港でビジネスモデル変えたんですが今まではメイドインジャパンという日本の野菜や果物を輸出したんですが去年の秋からチェックドバイジャパニーズにして香港の野菜なんだけど日本人が残留農薬検査してますとか添加物検査してますというふうに変えたらですねまだ3ヶ月なんですが売り上げが 1.5 倍以上になっていてもしかしたら日本の一見クリエイティブじゃないものをクリエイティブに発信するってところにすごいチャンスがあるんじゃないかなと思うんですがその辺をどういうところに焦点になっていくのがいいかってことがご意見あればと思ってます。本田さん行ってから会津食ドリンサンスの本田です。皆さんとのつながりがある中でこの福島というのをどうクリエイティブにしていくかと震災前から手掛けていきながら本当にエディカニの梅沢さんと話してやっぱセッションって一つのキーワードだね。本当震災前に楠本さんとセッションさせてもらって農家の人たちが着るウェアをデニムのリーと会津木綿でやったらどうかっていうセッションとか震災直後は生駒さんがフェンディと会津塗りをつなげていただいて本当に全世界に福島の会津塗りが出ていったりとか
美味しいものを食べらなくちゃって言うんだけど、徳岡さんが美味しさの科学を福島の人に教えてくださって、そっか、それを追い求めていけばいいのかっていうふうに、そのセッションをいかにその地方に出していくかってすごい大事だなと。で、私も学校経営のコンサルをずっとやりながら、毎年福島の校長先生、教頭先生300人にマネージメント合宿をやってるんですね。やっぱり子どもたちに未来にっている中で、今まで校長先生たちは手に職をって言って育てられたでしょうと。でもだんだんサービスが大事って言われながら、これからはクリエイティブな人材かノンクリエイティブな人材を育てるか、先生たちあなたに決まってるんですよと。どうやったらクリエイティブな人材を学校から出していけるか、それ味覚も含めてですけど、でキーワードといえばセッションだと。こういう G1 ってこういう会が開催されていくので、その地方の先生たちをと、こういう場に出てきて、ぜひそういうセッションの目を福島の子どもたちに作っていけないかっていうようなことも、私の役割としてやっていきたいなと思ってます。ありがとうございます。この食の件に関してどなたかご発言されたい方いいですか。じゃあスポーツ行きましょうか。為末さんお願いします。はい、今日今為末です。お話聞いてて、そのコンテンツをどうするか、発信力の多分コーナーなので、コンテンツどうするかはもうとりあえず置いておいて、どう発信するかだと思うんですけど、ものづくりの実は重要視する感覚って、ことづくりっていうか、こと伝えみたいなことを軽視するのにつながると思うんですね。ということは、日本って多分ものづくりを重視するあまりに、付加価値ってそのストーリーのところだと思うんですけど、その価値は軽視しがちなところがあると思ってて、僕はそれが発信力のなんかネックになっているような気がするんです。だからもっとストーリーとか、その伊勢も建物っちゃ建物なんですけど、あれだけ続くとことになってるって話だと思うんですよ。パワーが生まれてるっていう認識が生まれてて、そこの価値をもうちょっと伝えていく、それこそ国内向けにも伝えていくのが重要じゃないかなっていうのと、もう一つはそのオリンピックっていうのを、僕はやっぱり次の文脈、日本の文脈はどうしていくかって中で捉えて、オリンピック自体っていうよりも、オリンピックその後の2050年60年までがオリンピックによってどうなっていくかっていうことだと思ってて、それもやっぱり前のものをたくさん作りましょうっていう感覚じゃなくて、どういうことというか、日本のストーリーを編み出していくかっていうのをなんか大事なような気がしていて、その辺のなんかこと感っていうんですかね、どう言えばいいのか分かんないですけど、それについてお考えを聞かせていただければと思います。2009年10月の2日、2016年のオリンピック招致に負けた後の記者会見で、私は司会をしていたんですけれども、そこで石原都知事が言った言葉、これが我々が実は直面している課題そのものを表現していると私は思っていて、石原さんが言った言葉はこうです。我々のプレゼンテーションは一番素晴らしかった、我々が作った計画も最も素晴らしかった、しかし我々の計り知れない力がそこに働いた、そして我々は敗れた、我々はもっと強くならなければいけない。石原都知事はそういうことを言っていて、これは何を言いたいかというと、1990年代からずっと我々が陥っているトラップ、それは良いものを作れば売れる、技術が進んでいれば勝てる、そしてそれを伝えるという努力を我々は自己否定していたのではないかというふうに思っていて、今回のオリンピックの招致に我々が勝てるかどうかというのは、実はその呪縛に対して自己変革を遂げられるかどうかというチャレンジを我々が自分たちに課せられているのではというふうに思っていて、今までの話はみんなそこは同根だという、だから我々はいいものを作れば売れる、我々が作っているものはいいものだ、それだけじゃ世の中は動かない、アップルを見よう、アップルに技術があるのか、彼はデザインはあり、マーケティングはあるけれども、技術は日本のものかもしれないというチャレンジを我々は自分にしなきゃいけないんじゃないかなと思いました。はい、ことだけ先ほどちょっとそのオリンピックに関してちょっとご意見があったと思うんです。私も最初実はこの5項目にオリンピックが入るっていう時、最初ちょっと自分の中であって思ったことがあったんですけど、それからいろいろ学んでですね、あと為末さんの昨日のお言葉とか聞いてやっぱりピンときたんです。多分日本がここから押し出せるのはクリエイティブなオリンピックじゃないかと思ったんで、我々そのクリエイティブ東京でオリンピックが入っていること自体がスポーツオンリーじゃなくて、勝ち負けで金メダル取る数じゃなくて、やっぱりクリエイティブにこう社会が前進していく、でそれが人々にエネルギーを与える、そういういい例をこう世界に貢献できるような形でもし成功例として見せられたら、スポーツの意味も
クリエーションの意味も人に伝わるかなと、そういうなんか新しいオリンピックをここから押し出すという意味かなと思って、あの私はこの5項目に入ることを賛成したんですね。この間ね、あの為末さんと話をしててすごいなってやっぱ思ったのは、あのオリンピックよりもパラリンピックが来ることに日本の将来の意味があるかもしれないっておっしゃったんですよ。で、あの、まあ、その少子高齢化とか、あの課題先進国にならなければならないいろんな日本の課題を、逆にパラリンピックを素晴らしい成功に導くことによって新しいリーダーシップを日本は取れるかもしれないっていうのは、あのすごい、あの眼力だなというふうに思いました。為末さん、ありがとうございます。あのオリンピックなんですけれども、あのやはりオリンピックというのは発信という視点じゃなく受信なんですね。世界各国の人が東京に集まることによって日本人が自覚するということだと思うんですね。日本人が日本人の素晴らしさを自覚する、そこから全ての発信力が始まるわけですね。ですからオリンピックというのは、終わりじゃなくて目標じゃなくてそこが始まりになるわけです、日本の発信に対する。だからそういう意味でやっぱりオリンピックは考えていくことがすごく重要かなと思います。それからもう一つはですね、クリエイティブというものの、あの定義をもっと広めるべきだと思うんですね。あの先ほどは高島さんがおっしゃってたように、あの要するにクリエイティブ、クールじゃないものをクリエイティブにするとおっしゃったんですけども、あのやはり重要なのは、いわゆるあこれすごいね、本当に貢献してるねっていう、でチェックドバイジャパンというのはやっぱり日本人の感性に根ざした徹底した品質管理ですよね。だそれは一つの世界に貢献できるわけですよね。だからクールじゃないかもしれないけど、やっぱりそれをしっかりと、世界のために、使っていくっていうメッセージはすごく重要ですし、あの藤野さんもおっしゃってたように、あのやはりあの、まあ、先ほども、楠本さんがおっしゃってましたけども、チャンスをピンチに変える発想も重要だと思うんですね。やっぱ福島の場合は、あピンチをチャンス、ごめんなさい、チャンスをピンチだから、あの従来そのクールジャパンというのはチャンスをチャンスに変えていく、これは絶対必要、ただピンチもチャンスに変えるということで、やっぱり持続性ある社会というのは世界が一番今課題として持っているところなんです。でその中にやっぱり福島という経験が、単に福島の経験だけじゃなくて、あるいは日本の経験だけじゃなくて世界の経験として共有することによって貢献していくっていう世界だってあると思うんですね。でそこにはやっぱりクリエイティブっていう発想でそれをどう伝えていくかっていうのが重要かなと思います。あの持続性ある社会って本当にその通りで、まあ、世界中である意味でエコシティ的なものができていると。ただすごく正直に、誤解を恐れずに言うと、世界にあるエコシティで住みたいなって皆さん心の底から思うものっていくつありますか？多分ほとんどないと思うんですよね。やっぱり概念先行で、あのサステナブルなことが必要だ、いいことだ、だからそういうところに住んでいる人たちは、ハイクラスだ、だから住まなきゃいけないって、左脳では分かるんだけど右脳でそこに住みたいかっていうと結構パッと見て脳だったりすると。で本当にサステイナブルでかつ人がそこで住んで幸せになるような街を作んなかったら、多分このエコシティブームってバブルで終わってしまうと思うんです。でそういうところにも実は我々その日本の持っているクリエイティビティをぶち込んだら何かできないか。でさっきオリンピックが、まあ、ある意味でこれからの世界の中の、日本、成長するアジアの中の、課題先進国日本、そこがやるオリンピックでなんだっていう文脈だという話が出ました。でもそれもあの概念先行でやると多分堅苦しいものになっちゃうので、それをいかにクリエイティブに、ある意味でワクワクするもの、未来を見せるものとして作っていけるかっていうのが実はここで言っている2番の僕は最大のチャレンジなんじゃないかなというふうに思って。さすが強楽的な梅沢さんならではのポイント、四日市はすごいあのポテンシャルがあるということが分かりましたけれども、じゃあフロアからまた2つぐらい意見をいただいて最後締めるようにしましょうか。どうでしょう、どなたか。はい、林さんでお願いします。すみません、ヒューマックスの林と申します。あの、クールジャパンっていうのは楠本さんにも言われて、あの担当者とも話したことあるんですけど、よく分かんないんですね。で今日も実はなんでここに来たかっていうと、そのクールジャパンってやっぱ何目指してるのかなっていうのがやっぱりクリアになればと思ってきたんですが、正直言うとやっぱりまだあまり来ない。で結局クールジャパンって言ってもイメージが分かんない、それからクリエイティブ東京って言ってもイメージが分かんない。なんでかっていうと、やっぱりその人のこう価値観によっていくらでも想像がつくと思うんだよね。でそういう意味で言うと、先ほど楠本さんが言った、例えば所得倍増、これは大体イメージしますよね。それからチェックバイジャパン、これもイメージはっきりしますよね。そういう意味で言うと、じゃあクリエイティブ
東京でもそのクールジャパンでもいいんですけど、これを目指すんだっていうことがほとんどの人がパッと分かる。例えば昨日竹中さんが景色を変えるって言った瞬間、多分じゃあ何をするかってみんなすぐ想像ができたと思うんですね。そういう意味で言うとクールジャパンって言われても全然イメージがまとまらない。ですからやっぱそこで何か目指すものっていうのを、例えば一つのヒントは安全性だとか安心みたいなもの、やっぱり世界で一番安全な、例えば今回 の, その福島の事件が起きたんですけども、結局その原発自身は安全、止まったという意味での安全性っていうのは認識されてるわけですよね。だからそういうことをキーワードにするのか、何がキーワードか分かんないんですけど、何かここを抑えようというものをやっぱ決めてやらないとなかなかそこに意見が集約しない。じゃあそのためにじゃあ東京オリンピックっていうことなのかもしれないと思うんで、何かその辺が詰められたらいいんじゃないかというふうに、すみません、漠然な意見で申し訳ないです。ありがとうございます。あと山崎さん手が上がってたので。皆さんおはようございます。ハスナの山崎と申します。皆さんのお話を伺ってですね、簡単に一つだけ思った印象をちょっと共有したいと思うのでお話しします。アイデンティティとそれから文化の話がずっと頭の中で巡ってました。スポーツにしても建築にしてもこういう食文化にしても、皆さん多分それなりの愛着を持って自分のアイデンティティっていうのをそれと結びつけてると思うんですよ。で、生駒さんとあと松岡聖吾さんがやってらっしゃった冊子、あれも多分経産省のあれだと思うんですけど、すごく良かったなと思ったのは、日本の愛し方がいっぱい書いてあったんですね。日本の今までの持ってるメソッドとかそういう編集能力みたいなのを、なんて言うんでしょう、例えば主張りとかそういうコンセプトごとにまとめていて、どうやったら日本というのをたしなめるのか、日本を愛するのか、そんなことが書いてありました。で、私はですね、今皆さんの話を伺っていて、そこを今一度自分ってどうやって日本の何かを愛して、その自分のその愛着の仕方を人に伝えていけるのかなということを、ちょっと今改めて自分の身が引き締まる思いとして聞いてました。ちょっと印象だけですいません。ありがとうございます。ありがとうございました。今日これ行動宣言なので、我々はとりあえずこういうのを宣言したんですけれども、ぜひともですね、皆さんもその行動宣言をここでするのではなくてですね、心に何か持って帰っていただければと思いますが、一言ずつ最後パネラーの方からお言葉いただきまして締めたいと思いますが、じゃあ須本さんからいきましょう。あ、お疲れ様でした。手短に、このセッション行動宣言なので、ここチームこれやりますっていうよりも、今日ご参加の皆さんとどういう投げかけをしながら、明日から何が始まるかなという回だというふうにご理解いただければと思います。なので藤野さん のご質問も、なぜ福島が入ってないのかではなくて、5番として、ピンチをチャンスに変えてるという発想の中で福島をどう考えるかという行動宣言につながっていけばいいと思いますし、林さんのご指摘も僕もそう思います。でなので、日本をどういうふうな方向に持っていく運動体にしていくんだろうと、クールだとクリエイティブってすごい多様なので、その多様性が逆に良さだと思いますので、そういったことをなんかでも具体的に何かやっていこうというようなところに結びつければなと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ先ほどクールジャパンは一体何なんだっていうことなんですけど、私の解釈はですね、やっぱ文化を産業化するということだと思うんです。90年代初頭にブレア政権下でクールブリタニア、重厚長大なですね、自動車を売って食べてきた、鉄鋼を売ってきた、イギリスがですね、クリエイティブインダストリーを作ろうということで YBA、 ヤングブリティッシュアーティストっていうのがですね、ダミアン・ハーストを筆頭に世界中にブレイクしてハリウッド並みになったんですよ。今、まねっこじゃないです、まねっことも言われてるんですけど、そういう日本人が価値づけできてこなかったこの文化の部分を産業化していく、それが我々 のクールジャパンの使命かなと思ってます。はい、さっきの高島さんの話とつながるんですけど、入り口は、クリエイティブに見えているものを、世界にもっと上手に発信をして、クリエイティブ産業っていう比較的狭い、ファッションとか、食とかっていうものが成長産業になっていくというのが入り口です。でも2段目のロケットとして私が狙っているのは、今あんまりクールクリエイティブだと思われていない、日本の自動車とか家電とかという大きな産業群が、日本のクリエイティブパワーと融合をして、でもう一回世界で稼ぐパワーを取り戻すことで、その過程を通じて、日本人全体がもっといろんな意味で抗議のクリエイティビティを高めて、日本人全体がもっと誇りを持って暮らせるような国になること、これがやりたいことなので、さっきの高島さんの問いは、はっきり言ってどれでもいいんじゃないですかと、ケースバイケースでメイドインジャパンにする場合、メイドバイジャパンにする場合、あるいはメイドバイジャパニーズにする場合、
これはなんかそのそれぞれの文脈条件によって決めていただければいいような気がしました。ありがとうございます。田中さんお願いします。はい、しつこいようですけれども、発信のパワーというのは受信から始まります。受信をしてこそ初めて自分自身のアイデンティティが確立されるし、自分たちの素晴らしさというのを自覚できるわけですね。でそれこそやはりすごく重要なことであって、やはり日本人はですね、日本人の素晴らしさというのを本当に自覚すべきだと思うんですね。それがあってこそ初めて発信力ができるということで、発信力というのはまず受信からということです。はい、どうもありがとうございました。先々週のダボス会議に行って感じたことですけれども、日本人が発言する、日本人が何を考えているかを皆さん聞きたがっているんですね、実は。で今日愛、誇り、素晴らしさっていうのを我々は自分たちで実感しなきゃいけないっていう話があったと思いますけれども、自信を持って世界で発言する、これをやっていこうではありませんか。本日ありがとうございました。